今回はブリーチに登場する作中一のおしゃれキャラとも言われるアスキン・ナックルバールさんについて見ていきたいと思います。クインシーの子祖ことユーハ・バッハ率いる見えざる帝国バンデンライヒの一員、その中の精鋭部隊聖十字騎士団シュテルンリッターの D を与えられた人物で、ユーハ・バッハ直属の親衛隊でもあるナックルバールさん、致命的だぜが口癖の圧倒的におしゃれ、いやおしゃれな男。昔は下っ端っぽいのを気にしていたらしいが、現在はそんな自分も受け入れている大人な男でもあります。また緊迫感のある展開を和ませる描写が多く、物語に良い緩急をつけてくれています。ちなみにユーハ・バッハに完全な忠誠を誓っているわけではなく、彼への好奇心により部下になっているというくせ者でもあります。ユーハ・バッハから与えられた能力であるシュリフトは致死量。シュテルンリッターのメンバーは多様な能力を持っていますが、その中でもこの致死量はかなり複雑な能力になっています。具体的には生物の絶対致死量を正確に計測し、その数値を操作することができるという能力です。つまり大量摂取しなければ人体に影響を及ぼすことがないような物質でも、致死量を操作することで少量であっても死に至るという恐ろしい能力なのです。さらに致死量を極端に下げれば、生物にとって必要な物質でも毒になり、即死まで追い込むことができます。例えばゼロ番隊のラッパー二枚屋大悦さんは、自分の血の致死量を操作され、生命維持に必須の物質を逆に毒に変えられています。またナックルバールさんは自身の致死量を上げることで強力な耐性を獲得でき、ほぼ不死身になります。実際四方陰家との戦闘では、叩き込まれた霊圧の耐性を獲得し、いくら攻撃を受けても全く効かない状態になっていました。いわゆるチート能力です。しかしこの能力、操作する物質を自身の体内に大量に取り込む必要があるため、準備に時間がかかるという欠点もあります。出会ったら即戦闘開始が基本のブリーチですが、おしゃれなナックルバールさんは単純には戦いません。リーゼント先輩ことグリム城と遭遇した際は、自身の能力を発動させるためにちょこまかと逃げまとっており、なかなかのすばしっこさを見せていました。そしてママの言いつけを守らないグリム城は、毒によってぶっ倒れてしまうという致命的な失態を犯してしまいます。さらに戦闘後、カフェオレで優雅なティータイムを過ごすおしゃれさも忘れてはいません。また他のクインシーが特殊能力主体で戦う中、武器として久しぶりに弓を使用するおしゃれさも見せつけています。強化形態であるクインシー・フォルシュテンディッヒ、つまり死神でいうところの挽回的なやつは、ハスハイン、毒の変質に適応するという能力で、簡単に言うと自身の能力である致死量の精度をより高めた感じの能力です。主な技はギフトバル、毒入りボールを放ち触れた瞬間致死量に侵される強力な技。完成体時には毒入りボールを最大サイズまで大型化させたギフトバルデラックスを使用します。ギフトリング、完成体になることで使用可能になる技。毒の指輪を高速で投げ、指輪が当たった部位は即終わるという恐ろしい技。毒入りボールギフトバルとは違い、致死量があまり効かない相手でも効果を発揮するため、耐性を獲得していた浦原さんでさえ目をやられていました。ギフトベライヒ、脱出不可能な猛毒が充満した空間を作り出す強力な技。この空間にいるだけで戦闘不能になるという恐ろしいチート技です。戦闘力は非常に高く、ゼロ番隊によって超絶強化されたちゃんいちこと黒崎いちごさんを絨毯にしたり、他の親衛隊が二枚屋大悦に一撃でやられる中、攻撃をギリギリでかわすなど、能力に頼らない高いポテンシャルも持ち合わせています。さらに夜市さんと浦原さんの最強現世コンビをその能力で圧倒するなど、親衛隊の名に恥じない活躍を見せました。しかし最終的には浦原さんの奇策によってグリム城に心臓を潰され敗北するという最後を迎えます。その際浦原さんの戦いぶりに敬意を表するという、最後までおしゃれさを忘れない人物でした。つまりおしゃれの真理に最も近づいた男だったということです。